昔はね、カッティング大好き少年だったんですよ。ああ、そうだったんですね。でもギターソロなんかもね、すごくなんかフュージョンチックな感じで。いい加減です。あれはもういい加減です。習ったところで言うとね、はい、最初は作曲が、作曲の志望だったのね。あ、そうだったんですか。大学に行った時に作曲のところちょっと行って、まあそれはほとんどカルチャースクールみたいな感じのところだったから、それでその後ちょっともうちょっとこう事務所にくっついたようなそういうところで、うん、新しくこうやりだしたところがあって、はい、そこに行って、それが大学終わってすぐぐらいかな。そこで習ったのはアイドル歌謡だったんですね。あ、そうだったんですね。当時ちょっと80年代。80年代になる前か、もうちょっと前か、80年夏かな。でもまあね、当時のなんか歌謡曲とかかなりいい曲いっぱいあるのかなと思うんですけどね。まあでもそこら辺でも歌謡曲の作るパターンはこれだみたいなのをね、散々教え込まれましたから、だからキャッチーにするにはここをこうするんだみたいなとかね、あと構成はこうで譜面の書き方はこうでとか、大体基本はそこで教わったよね。そういうところで教わったんですね、やっぱね、うん、逆になんかトシさんね、教えてたことも、なんか教えてたのはもうずっとそこからだいぶ経って、で、そんなちゃんと大きなところじゃないですから、小さい子ばっかりですから、大したことじゃない。悲しいよ誰と眠
湖が、お、失礼失礼、よいしょよいしょ、一旦止めようか。